さあロープに振ってスピンキック、スピンキック、完全に首に入りました。いや今首というよりも顎ですね、顎ですか、幾度となくこれから守りになって張り手だ、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 起きません。三沢大の字であります。全く起きません。また張る、今ゆっくりと体をもたげました。表を向かしてカバーに入ります。さあこれから一体何回この2人の対決がこの日本武道館を沸かせるんでありましょうか。足に来てるようです。いや、あの意識の中でですね、今相手が投げるのを返そうとしたんですよ。だけど意識は返そうっていう気持ちはあっても体がもう完全に今腰に来ちゃってますね。腰ですか、腰に力が入るんですよ。今腰から落ちましたね、まさにデンジャラス。さあ大村渡しました。背中にストンピング、大森は話します。多分このメンバーだと、僕がこの中だと一番格下となるでしょう。この1年でそういった見方をさらに払いのけていきたい、そう話しました。三沢を投げる、エルボー2発、後ろに回っている。あ、これも強烈、こすりつけるようなエルボーでした。さあそしてジャイアント馬場、ゆっくりとロープをまたいで、大森を起こします。左の側頭部、さあ攻めなくてはいけません。大森絶好のチャンスです。大森パンチ、これを受けます。同点、肩竹割り。さあ起き上がれ、そんな視線を向けます。誰が出てくるんだ、川田が出てくるんだ、あるいは田植えが出てくるのか、そう言いたげな視線になりました。田植えが入ってまいりました。チョップで攻め立てる、逆に脳天にチョップを打ち込みました。入ってくるところラリアット、もう乗り打って倒れました。30分のドローを演じている田植え、その小橋が今日メインで三冠に挑戦します。田植えとしてもこの心中穏やかじゃないでしょう。ネックブリーカードロップ、これは首が決まった、そんな感じなんでしょうか。そうですね、あの首っていうより顎ですね。顎を決めてるんですか。大津さん、一つ一つこう味わい深いと言いましょうか。そうですね、さあブレッドが飛んでいます。上になった田植え、打たれた後が早いんです。ココナッツクラッシュ、さあ本田多聞が入ってまいりました。2位を突き上げます。そしてトバット、
します。サードロープの上に腰を出して、髪の毛を振り乱して本田が落ちます。ヘッドバット、ヘッドバットというよりももう頭をぶつけていく、シャリムに頭をぶつけていく、そういった表現がぴったり対角線に。正面には馬場がいました。16問。さあ本田馬場の連携、振り返してボディにヘッドバット。モーさん、この本田を語る上でのキーワード、何か泥臭さだと思うんですが。そうですね、あの、なんですか、あの、なりふり構わず、はい、自分の形でいくという、そのかっこよさとかね、強さじゃなくて、その本当になんていうの、彼が今持ってる良さを十分に出してると思いますね。そうですね、頭から落ちました。しかし、先に来たのは本田。ここやらなかった、ギロチンホイップ。さあここでキャリア2年の大森と、そしてキャリア全日本プロレスのキャリアの1年本田の対決です。絶対に負けたくないと大森が話します。チョップにはハイキック、ハイキック、本田は腰から落ちました。大森が張っていく、本田が振り返って、何やった、重さを、この三沢さんのキレと重さを学びたい、大森はそう話していた。その三沢と肌を合わせます。エルボー、スカート、さあここで再び馬場に渡しました。ゆっくりと、まさにこれが風格であります。22年目から、そして23年目、王道を極める全日本プロレス。収録もボディ、大森のこの顔が歪むシーンが非常に多くなってまいりました。大森の一面とともに、この2メーター9センチの体を見つけました。田上がカット、ブーイングの中をカットします。動きません、動きません。逆水平、すごい音だ。本田タモンが飛んだ。
沢が本田に渡しました。川田を起こして、川田を起こしてリングの中に入れました。さあ本田と川田、エプロンサイドを駆け抜けてネックブリーカーを場外でこの川田に決めました。川田得意のこの3倍返し10倍返しが怖いところ、ニーリフト、これは川田のおかげだ、おはこだ、川田の顔が怖い、しかしめげない、顔面蹴り顔面蹴り、すごい川田がすごい、本田大の字、それを起こしてさあ出るか、あっとコーナーマットに顔面を打ち据えました。パンチを打ち込みます。本田多門、この人を語るキーワードは泥臭さ、プロレスはチャゲアスじゃなくて米米じゃなくてやっぱりなにわ節です。苦しい表情、本田多門、田上に預けました、大森、さあこれで手先に打ち出ます、すごい、わあ思わずあーという大きな声が出ました。ここはもう完全にあの本田選手の何なんですか、あの粘りどころですね、粘りどころですね、だけど彼は本当最近タフになってますからね、さあ苦節して満場のお客様からタモンコールです。バックを取って大森がアトミック、一回するのがトラップ、かろうじて左の肩が上がりました。カウント2です。ご覧の表情、嬉しそうな表情です。さあここからまさにプロレスなにわ節、本田多門の見せ場、真骨頂、攻め立てます大森、ロープに受け止めて、あっとこれは空振ってしまいました、エルボーです。さあ先ほど強烈な仕掛けをこの川田に対してしてしまいました。ここは川田が攻め立ててくるんでしょうか。あ、強烈平手打った川田の方も痛い、歯を食いしばれ、歯を食いしばれ、本田多門、さあ行け本田、ドロップキック、いやいいですね、あのなんていうんですか、根性っていうかね、そうですね、素晴らしいですね、あの本当のところが見ているものにこのなんかこの熱いものを感じさせる、そうですね、ここから肩逆襟が飛べ、変形、右の足で踏みつけています。これは厳しい、たまりかねて肩がカットに入りました。ロンリーバトル、まさに一人の戦いが続いています。あっと二段蹴りのような格好になりました、1回転してしまいます、1回転してしまいます、それだけこの本田クロッキーという証なんでありましょうか。さあ立て本田、
ストレッチ技のような格好になりました。もう汗はべきっています。本田です。さあタッチがこれで一周したことになります。キック蛇固め。さあ今日2度目のタモンコール。本田頑張れ。と曲げます大森。桃さん、これは馬場、そして三沢が出ないのはなんとかこの本田自分で帰ってこいという、そういうことですね、途中で要するに、まあ、あのセーブに入らないで、はい、もう要するにそれがお前の試練だという感じですよね。そうですよね、さらに激しい厳しい試練です。起き上がり拳から入った。もう本田はフラフラなんです。ここはパワーボムは打たせません。さあ三沢がアシストをくれました。左の膝を落とした。なんとかこらえる本田。これは切ってはいけない。やっと右から跳ね返した。さあタッチできるか、タッチできるか。川田が起き上がったのが早い。序盤でもありました。やり合って返した。三沢一回転返ってくるのがエルボー。川田も渾身の力でエルボー。バックスピン受け止めて、方向部に全日本プロレスの方向逆水平であります。さあ亀井が決めました。25分が経過しました。できる。さあここでまたアップ、これを受け止めて入ってきました。三沢は満身創痍なんです。しかしトップを狙ってそのままトップ、これは高さそして距離申し分ありませんでした。大歓声の中をまさに大谷登場。逆水平をかわして16も受けない。逆に田植えがハイキック。さあどうする、喉を落とし、一度食った技は二度は食いません。さあそして川田です。コーナーから川田が激を飛ばします。あ、本田が自ら手を差し伸べました。俺が行く。ジャーニングネックブリーカー。これも全日本プロレスの宝刀であります。伝家の宝刀。ボディースラム。さあそして何は節が夏のよう飛ぶか。しかしこれは大森がロック。それを三沢が振りほどいて、あっとこれが逆に飛び水になるか。ヘッドバット落としておいて、どうだ。さあ本田頑張れ。これがいいところなんです。一回外されても2回目。この大森か、距離を取ってネックブリーカー。ワン、ツー。さあまたしてもピンチを迎えるか。振りほどいてヘッドバット。
エルボースマッシュ、気合いもろともヘッドバット、また本田の歯がギリ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 と音を立て出しました。さあ胸を借りるお守り、エルボーを打ち上げる、ロープに飛んでラリアット、ラリアット、さあそして今度はカーナリが出しました。社長の顔に顔面蹴り、これは効きました。足元がふらついています。ヘッドバット振り返したのは大森、三沢に打ったジャーマン、どうだ、30分が経過しました。サマーアクションシリーズ武道館大会セミ、大変大変なのブーで返します。おーというため息の中動いているもん、最後はスピニングエルボーから